こんにちは、エバス・タケシです。今回は、お金や地位を得ることより、楽しむことが大事というテーマでお話ししていきたいと思います。人間はそれぞれ違うので、好きなことや嫌いなこと、得意なことや苦手なことがそれぞれ違うのが当たり前です。あなたが好きなことを誰かが嫌いということがあるし、あなたが嫌いなことを 誰かがが好きとということがあります。あなたができないことを誰かができるということがあるしあなたができることを誰かができないということがあります仕事を選ぶときは自分の特性を生かすことができるか自分が楽しむことができるかという視点を持つことが重要です周りから褒められるために一流企業に就職してもそれがあなたの好きなことでなければ モチベーションを保つことはできません。給料がいいからという理由で、自分が嫌いなことをやっていると、我慢することに人生の大半を費やすことになります。自分に我慢ばかりをさせていたら、どんどん精神状態が悪くなり、いつか挫折することになります。あなたは自分が楽しめる仕事を見つけることで、長く続けることができるし、大きな成果を 手に入れることができるようになります。あなたは楽しむ時間を増やすことで人生が充実していきます。お金持ちになっても社会的地位を得ることができても自分が楽しめないことをやっていたら充実感を感じることはできません。あなたには他人から認められることより他人から褒められることより自分が楽しむことが重要だということを忘れないでほしいと思います。 あなたの人生とは、あなたの生きている時間のことです。だから、楽しい時間を増やすことで、あなたの人生が充実する、ということを忘れないようにしていきましょう。今回もご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバツタケシでした。